伝統の一戦に野茂が登板します。中4日、今シーズン4試合目の登板です。昨日から始まりました3連戦。昨日はアウェーのボストンが7対0でデトロイトタイガースを下しています。今シーズンの2回戦です。高橋直樹さんの解説でこれからボストンレッドソックスとデトロイトタイガースの2回戦の模様をお伝えします。デトロイトタイガースのホームスタジアムコメリカパークです。小雨が降って試合開始が今遅れています。日本時間で午前8時5分プレーボール予定ですが、どうやら試合開始の方はやや遅れそうです。ライブの映像をご覧いただいています。気温が12度とちょっと下がり気味です。今はこの画面を通しては雨はほとんど感じられませんが、先ほどまでシートがかかっていました。そのシートが取り外されて今こうして整備が行われているところです。さあ高橋さん、はい、今デトロイトタイガース3連敗、そして好調のボストンレッドソックスを相手で野茂登板、エースのこれは役割が一番重要になってくる試合ですね。開幕ピッチャーとしての責任はもう果たしていると僕は思います、はい、ところがやっぱり勝てないとチームがムードが沈滞しますのでね、はい、今日はやっぱり気分を盛り上がる意味でも野茂の回答が期待されるでしょうね。そうですね。とにかくまだ1勝しか挙げていませんが、内容は3勝挙げてもいいという内容ですからね、はい、そうですね。とにかく投げた試合は全て勝てる条件の場面に降りてますから、はい、それだけチームに貢献しているわけですね。その野茂が今シーズン4試合目の登板です。両チームのピッチャーとも中4日の登板で、ボストンの方は24歳のブライアン・ローズが登板すると発表になっています。現地からの情報ですと、今日はまだこれから2時間ぐらい、夜の9時ごろまで小雨が降るだろうと、時折雨が降るだろうという予報が出ています。寒い上に雨が降ればね、はい、もうピッチャーとしては条件が悪い、ね、だけど条件が悪いのはお互いですから ね、 なるほどね。ただこの時に、まあ、勝つためにはやっぱり自分がやる気を出すしかないんですよ ね、 そうですね。だからみんなやりたくないんだったら自分だけやる気を出そうという気持ちで投げてほしいですね、はい、そうですね。さてその野茂ですけれども、前回の登板の模様をちょっとご覧いただきましょう。この試合は高橋さんとともにですね、はい、お伝えしたんですが ね、 そうですね、はい、シアトル戦でした。13日、立ち上がりからランナー出したんですが、もう立ち上がりはこのキャッチャーのオースマスの強肩ですよ ね、 うすよね、はい、もうとにかくもうマリナーズも走って野茂のリズムを崩そうとしたんですけどね、はい、キャッチャーが助けましたね。3つのアウトのうち2つがこの盗塁失敗でした。初回ですから大きいですよね、はい、これでもうシアトルは走れなくなってしまいましたね。そうですね。もうキャッチャーの盗塁と、そして野茂のクイックが分かりましたからね、走ってこなくなりましたね、はい、そして4回はノーアウト2塁、そしてこの迎えるバッターがですね、3番のロドリゲスで、これは一番重要な場面だったんですが、そうですよね、結局4球で三振で仕留めました。まあ、チームはマイナーズの場合はこのロドリゲスを中心にチームを作ってますからね、はい、そして5回にもランナーがいて、この好プレーパーマーですね、サードは、はい、6回はノーアウト満塁というピンチがありました。最大のピンチでしたね、これが、はい、この4番のオルルッドの浅いレフトフライ、三塁ランナーがホームを狙ってダブルプレー。ボストンのヒューソンのね、もう本当ストライクですからね。やはりピッチャーのリズムがいいんですかね。そう思いますね。ストライクをどんどん取れますのでね、はい、守る方のリズムが非常にいいんですよね。なおもワイルドピッチで二塁三塁から、今度はこのセカンドのジェフリーズのプレー、握り直してどうかなと思ったんですがね。相方も強くないんですけどね、はい、やっぱりいい体勢に守ってるから、やっぱりいい送球ができるということになりますので ね、 ね、もこの時は自分の投球の内容よりも周りに助けられたということもありますのでね、はい、その野茂の今シーズンここまで3試合の登板内容です。初戦、開幕戦でご覧のようにこの3本のホームランで3失点で勝ち投手になりました、はい、その後ですね、
いずれも中4日で登板してきて、7回前後というところ、しかも100球をちょっと前にしたところで交代ですが、何よりも気がつくのはフォアボールの数が少ないこと、三振もまたちょっと少なめですね。そうですね、野茂といえば、まず2桁の三振を取るのがね、はい、目標としてましたけど、でもやっぱり勝つことに専念すればこういう投球の内容、フォアボールを出さない、三振取れなくてもダブルプレーに取るという投球ですね。はい、ヒットの数も少ないですからね。少ないですよ、投球の内容非常に、はい、そしてストレートだけしかなかった、フォークボールっていうのは追い込まないと投げられなかったんですけどね、はい、最近は積極的にフォークボールでストライクを取りに行ってますからね、そこら辺りが野茂のちょっと投球の内容が変わってくるでしょうね。はい、3試合でご覧のように1勝0敗ですが、内容的にはもう3勝0敗でもいいというところですが、防御率が素晴らしいですね、1.35。 そうですね、1年目ももちろん良かったんですけど、はい、もうその時の以来内容の充実した1年になりそうですね。はい、このアメリカンリーグの今防御率 1.35 というのはですね、はい、もうご覧のように3位ですよ。そうですね、マルチネスがトップというのはこれみんながやっぱり認めるところですね。はい、サイヤング賞投手ですからね。そうですね、インディアンスのライトね、はい、これも若手ですけど、そのチームさんは特に打撃好調、アメリカンリーグといえば DH があります、指名代打がありますから、打撃中心のチームをみんな作ってますのでね、その中で 1.35、 これは素晴らしい選手ですね。そうですね、その野茂が試合前のこの投球練習を始めました。今日は雨が降って試合開始が遅れています。ボストンレッドソックスとデトロイトタイガースの2回戦です。ここのところの成績言いますと、こちら野茂のいるデトロイトですが3連敗、とにかく開幕戦野茂で勝った後5連敗、あとは勝ち負けがあってようやく2連勝したかなと思ったら、タンパベイの試合からですね3連敗という、ここのところご覧のようにですね、デビッド・レイズ、レッドソックスと3連敗、エースが頑張らなければと、もう地元のファンも期待してますよね。はい、ピッチャーももちろん点を取られるのが悪いんですけど、はい、打線もね、やっぱり打ち合いに持ち込まないとダメですね。タイガースのメンバー見た場合に、ゴンザレスが入ったわけですからね、当然大量点を取るチャンスがあるわけですからね、つながりがないんですよね、今のところ。そうですね、とにかくもう今シーズン早くもですね、シャットアウト負けが3試合、はい、昨日も7対0で負けたんですが、今シーズンそれで早くも3試合目、去年実は12回もあってリーグワーストだったそうですね。そうですね、だからホームランが出ないと勝てないというね、はい、僕たちもイメージ持ってますから、はい、結局機動力を使ってその点を取るという野球をね、もうちょっとこう心がけてもいいと思いますけど、なかなかチームの体質は変わりませんからね。とにかくチーム打率はこのデトロイトが今リーグで下から数えて2番目という、はい、非常に低いバッティングアベレージとなっています。このあたりがこの野茂にとってもかわいそうで、結局1勝0敗というところにつながっているのかもしれません。この対戦するレッドソックスとデトロイトタイガースの防御率と打率をご覧いただいていますが、対戦相手のレッドソックスを見ますと防御率が 4.28、 アメリカンリーグで2位です。はい、そうですね、昨年も 4.00 で1位ですからね、はい、これはエドラ・マルティネスという大エースがいますから、はい、この選手を中心にやっぱり守りを固めているということになるんでしょうね。そうですね、タイガースはどう見てもやっぱ中途半端ですよね。ピッチャーも点を取れる、はい、バッターは打率が悪いね。下から2番目で2割4分4厘というチーム打率ですから、ピッチャーとして正直言うとこうもうちょっと頑張ってくれると。そうですね、はい、でもホームラン数はね、意外に僕は一人一人の成績を見ると多いと思うんですよ、はい、だからやっぱりつながりのある打線でしょうね。やっぱり上に 1,2 番が出て、はい、3,4 番が進めて、大量点を取るというね、点の取り方がなかなかできないんでしょうね。このデトロイトはピッチングスタッフご紹介しますと、野茂が開幕投手でした。現在その野茂が1勝0敗です。あとサウスポーのニッカウスキー1勝1敗モーラーが1勝2敗ですが、この5人のうちですね、マリッキーとウィーバーというのは勝ってないんですよね。そうですね、モーラーも開幕戦タイガーススタジアムの、ね、開幕戦で勝ちましたのでね、
そこら辺りまではねちょっと波に乗るかなと思ったんですけどね、はい、まだタイガース投手陣と同時にまだ気候が寒いですからもうちょっと暖かくないとダメなんですかね。なるほどね、場所が場所ですからね。このデトロイトタイガースは現在4勝9敗で、まあ、アメリカンリーグのセントラルディビジョンでは最下位5位というところに低迷しています。今ご覧いただいたように先発ピッチャーがノモ・ニッカウスキー、ブライアン・モーラーという3人が1勝ずつ、あと抑えのブロケイルが1勝1敗ということで、まあ、それで全て4勝ですからね。そうですね、まあ、勝ち星だからノモの場合は負けてないということは非常に自分の中でもやっぱり誇りに思っていいことでしょうね。開幕ピッチャーでね、3試合投げて負けてないんですから ね特にあの初戦はまあリードして勝ち投手になりましたが、はい、まあ、2試合目は1対0でリードしてて、まあ、ね、次に渡したんですが結局同点にされ最後は延長10回逆転負けをしました。あとこの前のシアトル戦は7回の途中で交代しましたが0対0でしたからね。そうですね、点をこの2試合与えてませんからね、はい、だから内容から見ればね、はい、もう文句のないような内容なんですけど、はい、だからもっと早めに打線がもう火がついてくれるとありがたいんですけど、大体例年やっぱりシーズン中盤以降じゃないとなかなか打たないというようなことがありましたからね、はい、さあレッドソックスの先発はこのブライアン・ローズ24歳です。レッドソックス今シーズンここまでは8勝6敗、そしてここのところ5試合はご覧のようになっていて3勝2敗というところです。このアスレティックとの試合が4連戦だったんですね、はい、ですからあの先発のこのぶつかりというんですか、うん、対戦相手ちょっと狂ってきたんですよね。そうですね、まあ、これ良かったです、はい、マルチネスが相手ではね余計ノモにまた負担かかりますからね、はい、今日はまあ勝ち星がぜひ欲しい、まあ、巡り合わせになってるかもしれませんけどね、はい、アメリカンリーグのこのイーストディビジョンはレッドソックス現在8勝6敗で3位です。でトップはもうヤンキースが今とてつもなく強くて7連勝中で10勝3敗なんですよね。立ち上がりはあまり良くなかったんですけど ねでもやっぱりヤンキースっていうのは名前がありますからね、はい、相手のチームがどうしても意識します ね2位のオリオールズとレッドソックスというのはもうそのゲーム差はありません、はい、トップのヤンキースと 2.5 ゲーム差です。ですからやはりレッドソックスこのディビジョンでタイトル取れるかどうかというのはやはりヤンキースとの、ね、難しいですね。やっぱり難しいですか、はい、やっぱりもうワールドカードを狙うしかないでしょうね、はい、なるほどね、はい、まあ2年連続そういう形であのチームとしてもですね83年ぶりに去年達成したそうですが、はい、今年初めてその3年連続を狙ってるんですよね。そうですね、レッドソックスの場合はね、はい、打線から見て僕たちも本当に大物打ちがいませんから、はい、怖さはないんですよ、ええ、でも終わってみたら負けてるっていうようなチームなんですよ ね、 なるほどね。だからまとまりのあるチームになってますけど、ええ、ヤンキースは怖いですね、あれシートがまた出てきました。あ、そうですね、これ一度広げて畳むための作業じゃないでしょうね。さあタイガーも雨に濡れてしまっています。もうご存知のようにあのかつてのタイガースタジアムは現在もうこの新しいスタジアムに変わりましてコメリカパークになりました。デトロイトタイガースの新しいスタジアム、そのデトロイトの所属しているセントラルディビジョンですがこちらはですね、ま、いわゆる3強と2弱というような形になってきました。そうですね、まあ、でもねもうここも力から言えばインディアンスがトップクラスですよね、はい、でもホワイトソックスが昨年もう意外に2位に健闘したんですけど今年もその若い選手の打撃陣が活発ですからね、はい、相変わらずやっぱりインディアンスと争ってますけど、うん、この2強は強い、はい、僕はあの一度コーチしましたロイヤーズがね、これはやっぱりちょっと久しぶりの異変みたいな感じですね、よくここまで勝ったなと思いますけどね。そうですね、あのパーッといってちょっと今成績止まってきたんですかね、はい、ロイヤルズ4連敗なんですが、はい、そうですね、あの、4連続サヨナラ勝ちからちょっと波に乗ったんですけどね、はい、まあ、力から見てインディアンスとホワイトソックスがね、うん、これはやっぱり2つが抜けるでしょうね、はい、今情報入りまして、こちらの日本時間の午前8時半あと15分ほどですが、あと現地で言いますと
夜7時30分開始予定になりそうだという雰囲気ですね。まだだから正確な情報ではありませんが、あと15分ぐらい試合開始まで時間がかかりそうです。ボストンレッドソックス、デトロイトタイガースの今シーズンの第2戦、現地雨のため試合開始が遅れています。スタンドにいる人ははい、コートを着てませんのでね、だから雨はもうほとんど止んでると思いますね、はい。その他アメリカンリーグ、あとウエストの方をご覧いただいていますが、こちらは混戦状態。そうですね、面白いですね。その昨年優勝したレンジャーズがね、はい、最下位にいるというのがまたこれね、そうですね不気味ですよね。あ、逆に言うとそうですよね、だからこのチームはアスレチックスはオープン戦ではもうダントツに成績良かったですよね、はい。まあ、やはりこうして見ますとね、マリナーズに佐々木が入ったというのはアドバンテージマリナーズは取ってますね。はい、やっぱ後半もう前半戦リードすれば大体マリナーズがほとんどの試合取ってますからね、はい。今はやっぱマリナーズ佐々木が入ったことによって、ブルペンが非常に充実したということが言えるでしょうね、はい。とエンジェルスが、昨年の成績から見ればね、はい、これの成績もちょっと出来すぎかなと思いますけど、でもまあ西地区はこれ激戦でしょうね、はい。その佐々木ですが、まあ、ここのところですね、いわゆる登板間隔が空いてしまったので調整登板のような形の ね、登板が増えてきてますね、はい。まあ、初戦もそうでしたけどね、はい、なかなか出番がないと、まあ、打撃陣が好調なので、はい、リリーフピッチャー必要ないという場面も何試合かありましたね、はい。まあ、ご覧のように1イニング投げて、まあ、昨日のその投球内容をこれご覧いただいているんですが、1イニング投げてヒットはなし、まあ、フォアボール出してあとは三振2つというところです。まあ、防御率 3.60 というのはそれこそ大差がついた調整登板のようなゲームで ね、ホームラン打たれましたからね、はい。ところがやっぱりピッチャーっていうのは出ないとリズムをつかめませんからね、はい。いきなり出て大ピンチでは困りますのでね、まあ、何でもない場面でちょっと出して調整登板、これはね、リリーフピッチャーの場合は今日は行くよと言われて本人が行きたいと言ったら必ず投げますからね、はい。そういう状況でしょうね。そして長谷川なんですが、ここのところちょっと中継ぎで出てきてやや打たれる傾向が出ているんですね、今年良くないですね、はい。昨日も投げた時には大差がついているところで9回に出てきて結局3人でピシャリと抑えられなかったんですよね、7本のヒットを打たれて6失点、まあ、ゲームの方は勝ちました、勝ち負け関係なかったんですけれども、防御率が 18.69、これは長谷川としてはちょっと信じられない数字ですからね。らしくないですよね、長谷川の場合はやっぱりもう本当に細かいコントロールがありますのでね、はい、それで抑えていかなきゃいけないんですけど、今年はちょっともう一つオープン戦からね、はい、キリがないんですかね、はい。さあ、野も試合前の投球練習終わりましたが、高橋さんもピッチャーでね、はい、どうですか、こう先発予定で雨でちょっと試合開始が遅れるなんていうとこうイライラしますでしょ。もうそれは嫌ですね、試合開始時間がやっぱり自分の計算からずれるっていうのが一番体調に影響しますので困るんですけど、はい。ただ先ほど僕も言ったんですけど、はい、やっぱり僕たちなんか相手のチームと対戦するときにね、気持ちだけは負け前でいたいと思うわけです、はい。その時には条件が悪い時の方が逆にやる気出すのはこの中で俺だけだろうなと思った方が逆にいい好投してましたけどね、はい。さあ、試合前のセレモニーです。Oh, and the rain.
ジャーリーグ6年目になります。日本人初めての開幕投手を今シーズン務めました。その試合で1勝、その後2試合はいずれも相手を0点に抑えながら交代、勝ち星に恵まれていません。中4日、4試合目の登板になります。野茂英雄です。ボストン戦は初めての登板になります。もう野茂もあとはですね、対戦したことないチームはヤンキースとミネソタだけだと。あ、そうですか。いうことになります。さあ、その守備についたメンバー、キャッチャーがオースマス、ファーストクラーク、セカンドジェフリーズ、サードパーマー、ショートクルーズ、レフトヒギンソン、センターエンカルナシオン、ライトマギーです。そして野茂、今シーズンの成績ご覧のような成績となっています。ただデトロイト、今シーズン守備がもう一つよくありませんで、13試合で14エラーというところです。まあ、全体で言いますと6割方が速球、あとはほとんどスプリット系。そうですね、はい、でもカーブを時々投げてましたけどね、ええ、うん、でもこれはあの目先を変える意味では非常に大事な球種なんですけどね、はい、まあ、ノームもだからカーブがストライク取れるようになったことはかなりの進歩ですよね。そうですね、時折混ぜる、おっとバッターがこう見送る場面がありますね、はい、あのフォークボールと同じ軌跡できますから、はい、フォークボールをその捨てろという選手にとっては、はい、カーブを見逃しやすいんですよね、ええ、そうするとストライク取れるということですから、うん、やっぱその変化球でストライクを取れるようになったのが野茂の進歩の証でしょうね、はい、それとあの先ほどもおっしゃってましたが、とにかく野茂今シーズン腕の振りがいいですよね。柔らかいんですよ ね、 ね、だから昨年まではちょっとやっぱり力が入りすぎてましたからね、はい、どうしても腕が体から離れて出てきたんですけど、今の雰囲気を見直すと柔らかいから、やっぱり腕に巻きついて体に巻きついてきますのでね、はい、手元に来てボールが伸びていると思います、はい、アンパイアはクラフトです。さあ、まあ、ボストンの鍵としてはですね、やはりローズの投球が一つあるでしょうけれども、この野茂のフォークボールどうするか。そうですね、はい、狙うか捨てるかもう2つに1つしかないですからね、まあ、最初から狙ってくるバッターはほとんどいないと思いますからね、はい、さあ、ボストンレッドソックス1回の表の攻撃、スイッチヒッターのホセ・オファーマンからの攻撃です。前日のゲームと下位打線オーダーが変わっていますが、上位打線変わりがありません。ストレートはファウル。このオファーマン、ニクソン、ドーバック、そして4番にガルシア・パーラ、5番オリアリー、6番エバレット、7番スタンリー、8番にバリテク、ラストバッターがアレキサンダーというオーダーです。このオファーマン、打率の方はもう一つよくありませんで2割2分4厘ですが、13のフォアボールを選んで、これはアメリカンリーグのトップタイです。したがって際どいところの選球感がいいんでしょうね。そうですね、まあ、トップに座ってますので、あまり無駄な球には手を出さないと感じしますね。ファースト正面、クラーク。野茂もこれフィールディングいいです。早いですね、カバーが。ワンアウトランナーありません。ロット・ニクソンです。2割9分8厘でホームラン3本打っているこの2番のニクソンです。おー、来ました。揺れて入ってきましたね。昨日ホームランを打っているこのニクソンです。立ち上がりにホームランを打ちました。7対0で昨日はこのボストンが勝っています。さあ、落とした。3球三振、2アウトランナーなし。今2球目と3球目全然変化の仕方違いましたね。そうですね、だけどやっぱりフォークはやっぱり見逃せということでしょうね。でも追い込まれたらもう振らなきゃしょうがないですからね、はい、2球目は揺れて落ちていきましたが、はい、今のはスーッと沈んでいきました。こう握りとやはり指のかかり具合なんでしょうか。そうです、2球目はあのフォークボール見逃してストライクでしたからね。はい、そうですね。さあ、3番のドーバック、
マイナーが長かったそうですが、実質このメジャーというのは2年目になります。ブライアン・ドーバック28歳。このドーバックは打率が3割4分9厘、ホームラン4本で13打点、中軸では一番当たっています。ファームの長い選手って僕たちもね、はい、もうたくさん見たことありますけど、大体やっぱストレート系には強いですね。なるほどね、うん、それでメジャーに上がってくると、はい、急に変化球がコースに入ってきますので、ええ、なかなか打てなくなるんですよね。それでやっぱりどうしてもマイナーの期間が多くなるんですけどね、はい、マイナーの選手はやっぱり変化球のコントロールあまり良くないですからね。なるほど、そこに違いがあるわけですね、はい、まっすぐを待ってれば必ず、まっすぐは必ず1打席に1球は来ますからね、ええ、そうメジャーはもう相手がもう変化球弱いと思ったら徹底的に攻めますからね。しかし今バットとボール相当離れてました。2エンド2。ストレートかなり伸びてる雰囲気あります。立ち上がりですが、野茂まずまずいい投球内容です。あーフォークで来なかった。ストレート高めに浮いてフォアボール、2アウトランナー1塁。このあたりがあのキャッチャーのオスマスのこう配球なんですかね。そうですね、もうフォークボールって相手のバッターは狙ってますからね、はい、でもまあストレート強いことは分かってますから、ちょっと野茂に力入りましたけどね、はい、3割5分3厘のノマー・ガルシア・パーラ、去年の首位打者、去年も3割5分7厘でタイトルを手にしています。今のはカーブですね。カーブですね、今カーブから入りましたね。まだホームランはありません。しかしバッティングアベレージの高いこのガルシア・パーラです。また続いた。しかし前回の投球内容と立ち上がり全然違いますね、こういうところね。そうですね、でも今日の方がなんか、はい、ボールの質はいいですね、うん、というのはあの、はい、先日はちょっともうちょっとこうバラバラの感じで、力任せのところありましたけどね、うん、今日は丁寧にコースついてますね、はい、ストレートファウル。バッターボックスでちょこまか非常に忙しいガルシア・パーラ、ここで投げました。これが彼のリズムなんですね。毎試合毎球しますから、ええ、見てる方がちょっと疲れますけどね。1回のピッチング、2アウトからフォアボールで1塁。4番のガルシア・パーラに対します。落とした、当たり損ねのピッチャーゴロ、素手で取ってスリーアウト。落ち着いた投球、立ち上がりの野茂、これで16イニングス連続無失点です。いやそれはね、はい、ガルシア・パーラはピッチャーゴロですから、これはもうやる気になるでしょうね、はい、カーブとストレートで追い込んで、そしてフォークを2球続けました。まあ、初回の内容を見たら申し分ないですね、はい、素晴らしい立ち上がりでした。デトロイトタイガース野茂英雄です。さあ守りにつきました、こちらボストンレッドソックスです。ピッチャーがブライアン・ローズで、キャッチャーバリテク、ファーストスタンリー、ファーストがドーバックでした、失礼しました。そしてセカンドオファーマン、サードがアレキサンダー、ショートガルシア・パーラ、レフトオリアリー、センターエバレット、ライトがニクソンです。さあこのローズですが、実はあの登板空いている間にですね、この下半身がこのちょっと開く傾向、はい、ですから体がやや一塁側にですね流れるような傾向があったので、そこをですねピッチングコーチとともに矯正してきたそうです。でもまあ若さに任せて投げるかと思ったら、意外とコントロールピッチャーでしょうね、変化球、
ボールがよくかなり変化してますからね。上々の滑り出しを見せました今シーズン4試合目の野茂です。そのデトロイト1回の攻撃、ジェフリーズ、ここのところ5試合連続でヒットを打っています。ジェフリーズです。昨年はバットがなんか触れないようなイメージあるんですけど、はい、今年はよくボールを見てますね。ガルシアパーラ強肩です。ワンアウト。そのスターティングラインナップです。ジェフリーズ、オースマスはキャッチャーです。昨日とこの中軸が相当打順が入れ替わりました。エンカルナシオンにゴンザレス、さらにヒギンス、パーマー、マギー、クラーク、クルーズというオーダーです。キャッチャーですが2番というね。そうですね。でもレンジャーズのロドリゲスも最初2番ぐらい打ってましたね、はあ、そういえばキャッチャーだからということじゃなくて、彼の場合はやっぱり機動力といいますか、はい、盗塁もできますのでね、はい、ちょっと野球は以前のキャッチャーは足が遅くてというイメージはないですね。ないですね。今メジャーは本当にそうですよね、はい、動きのいいキャッチャーね、はい、こういう選手も増えましたね、はい、3番はエンカルナシオンですが、風は緩やかにレフトからライト方向に流れています。コメリカパーク、タイガースタジアムに変わったニュースタジアム。おっと、セーフティーバント。お、これは3番がセーフティーバントやりましたね。いや、先ほど言ったその芝の深さをね、計算してるんじゃないですか。なるほど、ゴンザレスでしたね。そうですね、やっぱ彼はね、やっぱ勝負強い、だから打点を稼ぐ選手だと僕思いますね、はい、ただこのタイガースタジアム、コミカルパークに変わりまして、そのホームラン数はちょっと減るかもしれませんけどね、はい、開幕直後は右の足、肉離れ気味だったんですが、そのために出ていませんでした。ここにようやく、ま、ここのところ5試合スターティングメンバー指名打者で出場しています。そしてこの後ヒギンソンというところですが、4番のホアン・ゴンザレス30歳。おっと、危ない、ストライク1球も入りませんでした。2アウト1塁2塁、デトロイトタイガース、さあスコアリングポジションにランナーを進めました。1回の裏です。強いチームはやっぱり得点圏打率って非常にいいですからね、はい、と打ち上げた、初回のチャンス、得点に結びつけることはできませんでしたデトロイトタイガース。1回の表裏終わりまして両チーム無得点です。打率1割9分2厘、ホームランが2本、打点5。はい、ストライク、フォークボールで三振、見逃し、今日2つ目の三振です。カール・エバレットはスイッチヒッターです。ヒューストンから移籍してきましたが、野本の過去の対戦は18打数でわずか1安打。フォークはもうね、特に若いバッターは打てないですね、はい、打てないですか、だからもうさ、ツーストライクまではほとんど手が出ないと思いますよ。紹介されてますね、その1安打がただホームランです。ちょっとスイングの構えがケン・グリフィー・ジュニアにちょっと似てますよね、はい、バットの立て方がね、はい、
さあ1995年以降でその三振の数というのは野茂はベスト5に入っています、はい、1050三振をマークしています。お、三塁のこれはファールフライでパーマー、2アウトランナーなし。7番のマイク・スタンリー、今日はDH で登場です。昨日はこのカードで2打数1安打打点1を挙げています。7対0で昨日ボストンが勝っています。3連戦の第2戦です。いい当たり、サードを弾いた。さあこれはツーベースコースになりそうだ。おお、ファーストストップ。打率がいいです。ご覧のように3割1分6厘でホームラン1本、打点4。とにかくいろんな打順に入っていますこのバリテクです。去年も1番と4番以外は全部入ったそうですからね。そうですよね。相手のピッチャー右左に合わせてチームをうまく編成してますよね、はい、ここのところ高打率です、バリテク。お、フォアボール。2アウトランナー1塁2塁。ヒットフォアボール、2アウトから出ました。まあ、せっかく好投しながらまた5回で変えられたりね。そうですね。そういうことがありますのでね。はい、なるべく無駄なフォアボールは投げたくないですね、前半戦はね。ラストバッターサードのマニー・アレキサンダーです。打率2割のバッター。ストレート打ち上げてどうでしょう、伸びはありません。ライトのマギー、スリーアウト2者残塁。2回の表もボストン得点ありません。野茂が抑えています。野茂これで17イニングス連続無失点、本人の記録最高が18イニングというのが5年前にありますが、その記録に並ぶ勢いです。ボストンの先発ピッチャーはブライアン・ローズ、24歳です。バッターは7番ライトのウェンデル・マギー、フィラデルフィアから移籍してきました。まあ、あの資料などを見ますとブライアン・ローズはね、はい、カーブ、チェンジアップがいいと言いますが、ストレートもやはり伸びてますね。いや、それなりにね、まあ、ローテーションに入るピッチャーですからね、はい、ショートガルシア・パーラー、これは強いですね。そうですね、もう腕の振りは違いますからね、シーズン当初はあまり良くなくてスロースターターとしても定評があるようなんですがね、うん、さあフォアボール、ツーアウトランナーが一塁。そしてラストバッターショートのデイビー・クルーズです。スライダー打ち上げた。センターは守備に定評あります、エバレット。スリーアウト。両チーム毎回選手を出していますがまだ得点ありません。しますと、まあ、5回ぐらいで90近くいくわけですよね、ええ、なんかこう中盤はちょっと球数を減らしたい、そのためには、まあ、変化球といいますかね、フォークボールあたりをもっと多めに投げてもいいかもしれませんね、はい、特にメジャーの場合には土が非常に硬いですから、ええ、まあ、今は、うん、硬いですからちょっと滑る場合がありますね、はあ、なるほどね。先ほど一生懸命プレートの盤の前を掘って足がかかるようにはしていましたけどね、はい、それでもやっぱ日本のグラウンドから見ればやっぱり滑りやすいですよね。なるほどね。野茂今日はここまで2イニング数で41球、ヒットは1本、そしてフォアボールと三振が2つずつという内容です。これは先ほどベンチに帰った時ですが、はい、こんなになっちゃってるんですね。そうですね。昔は本当にスパイクのね、はい、金具だけが取り出てましたけど、今もう全体がこうスパイクの裏全体でボール体を刺されるようになってますからね、
だからポンポンと叩けば落ちるような状況じゃないんでしょうね。うまくスパイクの裏全体にこう土が埋まってますもんね、はい、3回ボストンはトップバッターからの好打順になります。ホセ・オファーマンです。最初の打席はファーストゴロです。今2人はやっぱ複雑な心境でしょうかね。野茂が投げた1年目ドジャース時代にオファーマンがショート守ってましたからね。ああ、なるほど、ドジャースで、はい、はあはあ、その時には、まあ、よくエラーしたなという僕たちも印象と同時に放送もした覚えがありますけどね、はい、そしてそうですね、彼はその後もカンサスティなど行って、はい、それでね、はい、まあ、ショートを離れてセカンドあるいはファーストをやりましてね、非常にこう安定した攻撃といいますかバッティングが良くなりましたね、ナショナルリーグにノモがいましたからね、対戦するのは初めてかもしれませんね。ストレート高く上がって伸びていく、どうだどうだ、フェンス越えた。野茂18イニングスぶりに点を取られました、まあ、意識するわけではないと思いますけどね、そういう記録っていうのは僕たちも計算し始めると大体いつも点取られてるんですけどね、はい、今シーズン第1号のオファーマン、先制点はボストンレッドソックス。普通ですからね、ストレートで攻めていったんですけどね、はい、そしてニクソン初球打ちレフト前のヒット。さあボストンレッドソックスは押せ押せムードが出てきました。そしてドーバックは3割4分9厘、この後のガルシアパーラが3割5分3厘というハイアベレージのバッター2人です。ノーアウトランナー1塁、あっとランナースタート、盗塁成功。あ、ペドロ・マルティネスですか。今シーズン、まあ、バッテリーこのバッテリーというのは3回きちっと全部刺してきたんですが4回目に成功されました。そしてフォアボールでさあピンチさらに広がりました。ノーアウト1塁2塁で4番のガルシアパーラ。内角の球で詰まらせてダブルプレーというのが理想ですけどね、はい、さあ初球を打ってこれ大きい、伸びていく、どうだ、セカンドランナーは3塁に向かう、ワンアウト一塁三塁。踏み込んでいけるバッターということでしょうね。フォーク、これはどうやらスイングですよね、はい、スイングアウト三振。今日は2三振です。5番のオリアリー、そして6番ヒューストンから移ってきましたエバレット。最初の打席はサードのファールフライです。開幕では4番を打っていたエバレットです。ご覧のように打率もいいんですよね。あ、もうね、この成績はね申し分ないですよね。ホームラン5本というのはアメリカンリーグでは3位タイです。しかも打点15というのも5位タイで、チームの中で一番これは活躍している選手と言っていいでしょう。取ろうとも取れませんからね、あれ止めるしかないですからね。もう一度今度はマスク、しかもランナーが三塁にいます。一塁ランナーはスタートを切りました。二塁三塁、2者連続、2者残塁、2者連続三振、2者残塁。野茂しかしトップバッターのオファーマンにソロホームランを打たれました。アメリカパークで今シーズンこれが8試合目になります。新球場ですが、一番最初にこのチームでタイガースでホームランを打ったのはこのゴンザレスです。あ、打点ですね。打点ではゴンザレス2番目にですね。96年から、まあ、今年まででグリフィージュニアが581打点、ゴンザレスが564打点ですから、打点ではそうですよ、ねえ、もう本当にわずかの差、17打点ですね。アメリカンリーグをもう代表するバッターですからね、はい、
ランナーは二塁、2アウト。いやでもね、これだけね、はい、やっぱりマークされて打点を上げるというのは大変なことですよね、はい、もうほとんどもう4番打ってますからね、ナイスキャッチさあ、2、3です。スライダー伸びすぎたか、レフト正面、当たり良すぎたオリアリーの正面でした。です、だからもう中4日で、はい、ゲームを作ってくれればいいという形ですからね、でもノブもやっぱそれに割り切ってますよね、はい、打たいということは言えるでしょうね、はい、さあセンターへ、これは右中間です。エンカルナシオンは俊足です。ワンアウトランナーありません。この違いだと思いますけどね、はい、8番キャッチャーのバリテク、スイッチヒッターです。最初の打席はフォアボール。そうですよね、伝統の一戦です。両チーム、アメリカンリーグの創設の時からのチームですからね。やっぱりこう、まあ、最近はお互いにチーム力がまあ停滞して、なかなかね、はい、ワールドチャンピオンにはなりませんけど、でもやっぱり昔からの伝統から考えれば、両チームを本当最後の球団ですからね、はい、まあ、ライバル意識って僕あると思いますよ。ボール3となりました。8番キャッチャーのバリテク、バットストレートのフォアボール、うん、今日これ4つ目、もったいないですね、はい、同じバッターに2つずつ出しています。ラストバッターのマニー・アレキサンダー、サードです。まあ、前回の時とそのあれですね、ストライクとボールの比率はほとんど変わりがありませんがね、うん、今、はい、目立つピッチング内容です。アウトサイド高めのストレート、ライトマギー、初めてのこのアメリカンリーグでの投球でもあります、野茂です。さあ、先ほどホームランを打たれたこのオファーマンに対してどうするか。かつてドジャース時代はチームメイトでもありましたこのオファーマン。ストレートでした。今度はレフト方向、ヒギンソン、スリーアウト。追加点は許しませんでした。4回の野茂、ワンアウトから8番のバリテクにフォアボールを出しましたが、その後抑えました。さあ、こうしてゆっくりと新スタジアムコメリカパークご覧いただいていますが、あのコンコースが非常に広いんだそうで、これも新スタジアムの自慢で12メートルという幅があるんだそうです、はい、ですからあのファンの移動がですね、非常にこうスムーズに行いますよね。そうですね、外野の雰囲気はでも、はい、あのオールドファッションといいますか、昔のイメージは保ちながら、新しい球場を作ってますね、あのそういうのがあの今 の, その新球場の傾向なんだそうですね、すべてを新しくするわけではありません。今シーズンから使われるようになりましたスタジアムコメリカパークです。わっと見逃しの三振、手が出ませんでした。これはヒットのゾーンですかね。ガルシアパーラ、ドーバックと渡ってツーアウト、ランナーありません。お、また雨が降ってきました。で、僕負けにならなかったことがあるんですけどね。聞いたことありますか。はい、あ、ガルシアパーラのフライになりました。7番のマギーは結局2球目を追ってショートフライ。3人で攻撃終了。両チームを通じていわゆる三者凡退はこれが初めてです。割り切り方も必要でしょうね、はい、さあ、両チームのこのピッチャーの成績比較も出ています。まあ、したがってホームラン1本の差が出ているというところと、あとは盗塁が、まあ、これ初めてですね、ボストンは、はい、今シーズン初めてマークしました。これ今までチームで一つも盗塁がなかったボストンですから、はい、まあ、そう積極的に走るチームはないですけどね、はい、でもやっぱりそれだけに
昨年はワイルドカードを得たぐらいのチームですから、やっぱりしぶといですよ。そうですね、2番のニクソンからです。そうです、デトロイト、失礼、ボストンは盗塁ここまで全くなかったんですね、昨日の試合まで。初めて今シーズンチームの盗塁をマークしました。そのニクソンがバッターです。スコアブック見ますと外野に飛んだボールは多いです。多いですよね。はい、あっと選びました。2ストライク1ボールから結局フォアボールを選びました。ノーアウトランナー1塁。アウトローのストレートがもう少し入ってくれるとね、はい、ピッチングの組み立てて非常に楽になりますけど、今日ちょっと力がストレート投げる時に力が入ってますのでね、はあ、立ち上がりほどのこうなんていうかリラックスさがなくなってきましたね、はい、やっぱりこれ以上点をやってはいけないという気持ちがあるんでしょうね。なるほど。このファンは傘は差していません。外角球打ち上げた、右中間伸びていくか、どうか、ライトか、ハーフウェイからランナー一塁に戻りまして、ワンアウトランナー一塁。今日はこのノーマ・ガルシア・パーラに対してはピッチャーゴロとセンターフライ。あのセンターフライはいい当たりでしたね。いい当たりでしたね。フォークボールでしたからね。はい、さあダブルプレーコースか、ウッドちょっと握り直した、セカンドフォースアウトだけ、三振です。5番のオリアリー。今回は追い込まれる前に打とうという気持ちは多分あると思いますからね、はい、変化球のボールから入ってもいいと思いますけどね、うん、ボールカウント1ストライク1ボール。これはどうでしょうか、上がって伸びていくのか、どうか、ツーランホームラン。今日はライトに2本ホームランを打たれました、野茂。しかも左打席のオファーマン、そしてこのオリアリー、いずれもストレートですね。はい、エバレットはショートライナーに倒れました。スリーアウト。この追加点はボストンにとってもそしてデトロイトにとっても大きい2点です。そうですね、ならですからこういう投球の組み立てっていうのは、はい、素晴らしいものがあるでしょうね。今日先発しているのは一番下のローズで、ご覧のように0勝2敗で防御率も飛躍的な数字ですけども ね、 ね、もう5回持てれば、はい、まあいいという判断でしょうね、はい、若い選手ですからやっぱ経験を積まして将来のためにと思って使ってるわけですけどね、はい、まだ24歳です。あ、もったいない、スイング三振。あのチェンジアップが非常にね、はい、シュートとチェンジアップですけどね。あ、ストライクの方がはるかに多いです。ショートガルシアパーラ強肩、スリーアウト。5回もデトロイト得点入りません。5回終わりました。得点は3対0とボストンが2本のホームランで挙げた得点、ノモから2本のホームランで3点を奪っています。ノモはどうでしょう、もう1回行くんでしょうか。行きそうですね。もう一回行きますね。野茂が6回のマウンドに行きます。5回にもホームランを打たれました。したがって野茂は今シーズンですね、はい、ここまでの失点すべてホームランですね。あ、そうですね、まあ、5本のホームラン。ホームランか三振かというのがね、はい、まあ、これはでもまあ特徴というのは特徴なんですよね、ストレート系がやっぱりバッターが狙えますからね、はい、
でもやっぱり援護がないとピッチャーはやっぱ苦しいですよね。そうですね、0点に抑えなきゃいけないという立場はね、はい、もう2試合ついてるわけですからね、3試合目もうちょっと援護点がたまには欲しいですね、はい、今日は最初の打席レフトへのヒット、その後センターフライです。今の野本を心境すれば、はい、全力投球で投げるのはちょっともったいない気がするはずですよね。リードしてませんからね、はい、でも点もやってはいけませんからね。これも伸びてフェンス直撃、ランナー一塁ストップ、ノーアウトランナー一塁。今日はノーアウトのランナー、これでこの試合3回目です。ちょっと今のアウトコースのボールでもあそこまで運ばれるということは、はい、やはり気持ちの問題がかなりありますね、出てるんでしょうね、はい、僕たちだったら、はい、まあ、大体リードしてればね、はい、もう5回過ぎればあとは全力投球ですよ、はい、もういつ変えられてもいい状況でね、うん、いきますけどね。あ、そうですね、まあ、リードされてますのでね、はい、今ジミー・ウィリアムス監督が出てきましたが、これホームランかどうかの確認でしょう。これどこへ当たりました？フェンスに当たりましたね。これですとホームランになるんですかね。黄色い線の上ですから ね、これホームランになるかもしれませんね。黄色い線の上はホームランです、このスタジアム。いやでもこれタイガースのグラウンドですからね、はい、ファンがホームランだということはないと思いますけどね、はい、まあ一度判定してしまいましたし、3点リードしてるわけですから、はい、このウィリアムス監督は契約延長で来年いっぱい、そうですね、チーム指揮することになっているそうです、はい、いや今のやっぱり戦力から見たら、はい、やっぱりそのなかなかそのプレーオフに出るということは難しい状況にありますからね、はい、それでもやっぱ勝っているということは監督の手腕って大きいと思いますね、はい、ここで野茂交代です。やはり今の引きを見ますとこれはもう交代致し方ありません、うん、ちょっと悔いの残る投球でしょうね今日はね、はい、そうですね、そんなにその投球の内容っていうのはね、はい、悪いわけではないんだけど結果的に言えば点を取られたって感じですからね、そうですね。あと打たれたボールがいずれもストレートでね、あ、そうなんですよね。何かこう野茂が本当に勝負に行く前のボールで打たれたようなところもありましてね、そうですよね。ただ初回立ち上がりのストレートは非常に走ってましたからね、はい、意外にコース決まったんですけど、3回ぐらいからちょっとボールかストレートが入れなくなって球数が増えたのがちょっと悔いが残りますね。そうですね、今シーズン4試合目で一番早いこれ交代になります。今まででも一番早かったのが先日13日のシアトル戦で6回、まあ、7回の先頭打者出したところで交代だったんですが、今日はそれよりも短くなりました。今の打球をこうして横からの映像で見ていきますと黄色の上はホームランですが、これ判定が覆ったようですね。あ、今一塁で立ち止まっていましたが戻ってきました。スタンリー今シーズン1号ホームラン、レッドソックス4対0となりました。今日のも結局ホームラン3本打たれました。すべてホームランですか、得点はね、はい、まあ、野茂らしいといえば野茂らしいですけどね。そうですね、ただ開幕戦も3本3失点がいずれもソロホームラン、そして今日は4点いずれもホームラン、打たれるときにこうまとめて出てしまうというところで、そうですね、そこがやっぱりバッティングのいいボストン、やっぱりホームランバッターはいないんですけどね、はい、でもそれなりの相手の投球に合わせたとバッティングを考えたとバッティングしますからね、最後になったらやっぱ90勝できるチームなんでしょうね。そうでしょうね、今度はガーナ監督ですかね、やはりね、一回審判が判定されるのに、はい、なんで判定を変えるんだっていうね、そういうことですね、
まあ、先日も一度審判の方がね、そのビデオを見て確認して判定を変えて、はい、2回も判定変えましたけどね、でももうこれはゲームになったらもう確認する必要ないんですよね、はい、審判がアウトといえばアウトだし、ホームランといえばホームランなんですよね、はい、もうだけどやっぱり判定を何度も変えますとこの審判の方の権威は疑われますからね。そういうことになりますね。まあここはデトロイトのホームでもあります。しかもこの3連敗中、エースの野茂を立てて、これでこの試合やはりこの3点と4点で重みが違うということも、これはガーナ監督も分かってますもんね。いやー、分かりますよね。瞬間的な判断というのはもうこれね、一瞬の間に審判も方も言わなきゃいけないから大変なのは分かりますけど、はい、でも一度言ったことはやっぱり変えられますとね、やっぱり、だからじゃあ今度もまた行った方が得かなということになりますからね。ということになりますね。もう柔道を切っています。この寒さの中でこうして応援に来ているデトロイトのファン、今この、まあ、日本もそうですがこう審判が4人、はい、したがってこの塁審の守備範囲は広いですからね、はい、そうですよね。打球も追わなきゃいけないし、はい、そして走者も判定しなきゃいけませんからね、はい、コンディションによっては非常にボールが見えにくいということもあります。これ今ホームラン本当に判定したのは誰なんだということをやってるんですかね。また個人の判定もありますけど、はい、チーフ審判が最終的に判断するわけでしょうね、はい、事実はホームランではありましたが、ね、最初の判定はヒット、4点目となりました。野もここで交代です。マット・アンダーソンに変わりました。さあ試合再開です。4対0、6回の表のボストン・レッドソックスの攻撃です。今日は2打席ともフォアボールで出塁のバリテック。ああ変わり花、またフォアボール。勝てばね、はい、十分だと思うんですよ、だから地元の試合で負けるということは福さんにやっぱり対してね、やっぱりこれから足を運んでもらうような材料がなくなるわけですからね。なるほど、そうですね、今このホームで3勝4敗なんですね。後輩です。打球勢いが詰まりました。おっと投げられない、一塁も投げられない、内野安打になりました。さあ流れは本当にこのボストンの方に傾いてきました。あ、失礼、150キロ台出てますね。はい、出てますよね、はい、150キロ台の半ば出ているということ。今日はノックアウトされましたのも、昨日はマリッキーの後パターソン、プール、ブレアとつなぎました。あっとノーアウトフルベースになりました。場内もちょっとファンの方がですねストレスが溜まってきました。今日は3本のホームランで4失点の野茂。3番手のピッチャーがきちっと抑えられると、まあ、逆転に持っていけませんよね、はい、とにかく打てない打線デトロイト、したがってピッチャーが踏ん張るしかありませんが、エースの野茂も今日は久々3試合ぶりに失点です。そうですね、負けてますとね、やっぱり毎試合登板ということになりますからね、はい、でも負けてる試合を勝ちに持っていくっていうのはやっぱりこのブルペンの力ですからね、はい、まあ、心当たりで少しこういい選手、まあ、昨年もそうですけどやっぱりシーズン途中にトレードでたくさん取ってきましたけど、はい、まあ、そういうことも考えられますよね、はい、
先発が野茂、2人目アンダーソン、そして3人目が今サウスポーのジムプールになりました。ジムプールは昨日も投げています。昨日の試合は7対0でやはりボストンが勝ちました。その試合1回にそのニクソンのホームランがあって、そして4回に2点を入れまして、3対0でずっといい勝負いっていたんですが、9回結局ですね、中継ぎ陣打たれました。パターソンが打たれて、結局その9回に一挙4点を取られて7対0。もったいないですね。はい、7つ立ちしてますね。はい、ちょっとね、はい、今日フォアボールの差ではないですから、得点というのはね。なるほど、そんな気がしますけど、はい、さあ6回、得点4対0で2番のこのニクソンを迎えますが、ノーアウトフルベース、安打1、フォアボール、アタス1安打。大きい当たりだ、満塁ホームランが出るのか。今日得点すべてホームラン、ボストン一挙に8対0。左対左、その左ピッチャーを苦にしませんでした2番トロットニクソン、ライトオーバーの満塁ホームラン、8対0。エースの役目、今日は十分に果たすことはできなかったのも、これはね、ちょっと変化球を続けたということもありますけど、ちょうどやっぱり打ちやすいところに入ってきましたね。いわゆるハンガーカーブというような感じでしたね。今度はドーバック、これはおっと、エンカルナシオン、危ないところでしたが、掴みまして、ワンアウトランナーなし。この独特のこの慌ただしい動き、今日はヒットありません。ライトへ、これも伸びていくの、ライトにどんどんボールが飛んでいく。今日5本目のホームラン、9対0。もう流れが完全にレッドソックスに回りましたね。はい、今シーズン初ホームランです、ノマー・ガルシア・パーラ。どちらのホームか分からないような展開になりましたね。そうですよね、ボストンにとっては理想的ですよね。はい、相手のエースを打ち崩して、はい、しかも一発攻勢ですからね。6番センターのカール・エバレット、これでヒットがないのはこのエバレットにまだありません、6番。それとですね、あと3番のドーバックが2つのフォアボールと2打数ノーヒット、あと8番のバリテクが3打数でいずれもフォアボール、うん、これは打たせてもらえてないですからね。その3人だけです。詰まりながら持っていきました、ライト前ヒット。8番キャッチャーのバリテク、今日は3打席いずれもフォアボール。試合が始まってもう2時間経過しています。雨で今日は開始が遅れました。ようやく長い6回の攻撃終わりました。ボストン一挙にこの回6点を追加して9対0。どうもちょっとホームラン聞きました、シーズンベンチに戻りましてね、ホームラン、満塁ホームラン出た瞬間に諦めてベンチに入ってきましたけどね。はい、だから野茂は逆に言えば、これだけバット触れてるバットを、まあ、5回まで3点に抑えたということになりませんか。そうですね。まあ今日のその野茂のピッチングのシーン、ハイライトシーンご覧いただきましょう。今日は立ち上がり本当に今までよりもいい内容でした、はい、ニクソン、そしてオリアリーというところを序盤は三振に仕留めました。そして3回トップバッターのオファーマンに今シーズン1号ソロホームランを打たれました。これ打たれるまではね、はい、ある程度野茂の方がこう投げ勝ってる感じ、雰囲気ありましたからね。
その後ノーアウト一塁二塁からランナー進めてピンチになりましたが、そこは最後さすが野茂で追加点許しませんでした。そして5回ランナーを1人置いてオリアリーのツーランホームラン、3対0とされました。まあ、悔いが残ってすればこのホームランでしょうね。そうですね。ちょっと僕は考えすぎたかなという感じしましたけどね。うん、ただいずれもストレートを打たれました。はい。そして6回マウンドに上がるかどうかちょっとわからなかったんですが、上がって最初に投げたバッタースタンリーにこの黄色いラインを上、このラインを越えますとホームランになりますが、フェンスに当たりました。結局3本のホームランで4失点で交代となりました。今日は結局6回と3分の0 99球、ご覧のようになっていますね。5安打のうち4本がホームラン、そしてフォアボール4、三振4、失点4という内容です。開幕戦以来、まあ3試合ぶりに失点となりましたが、まあ、ちょっと野茂としては悔いの残る今日の試合はね、はい、まあ、レッドソックスですから今日はかなり気合を入れてマウンドに上がったわけですからね、はい、まあ、でも後のリリーフピッチャーがめった打ち食らう、あの打たれることを考えれば、はい、まあ、よく3点にしのいだかな、あるいは4点目もちろんホームランになったんですけどね、はい、4点にしのいだかなと思いますけどね。そうですね、次からね、はい、今度はさらにね、期待、力をパワーアップしてね、投げてほしいです ね。高橋直樹さんの解説でした。ありがとうございました。はい、しました。デトロイト、今シーズン早くもここで4回目の完封負け、10対0というところで、今シーズン4勝10敗となりました。